ソ連海軍、後にロシア海軍が運用した情報収集艦。1941計画、チタンにより建造された艦で、艦番号はマイナス33である。なお、艦視記号のは通信艦の当時号であり、これが対外的な艦視だった。NATO コードネームはカプースタの意味。ソ連、ロシアを通じて建造以来最大の原子力船であり、 同時に偵察を主任務とする艦として最大の艦だった。主要な建造目的としてはアメリカ合衆国の大陸艦弾道ミサイル実験に際して地上設備や中小の情報収集艦だけでは不可能であった軌道追跡を可能とするミサイル追跡艦が必要とされたためである。アメリカ本国のケープカナベラル空軍基地での ICBM 実験はソ連海軍が保有する。 多種多様な情報収集艦による偵察も有効で、ソ連本国の観測機器による追跡も可能だった。しかし、太平洋のクエゼリン環礁にある ICBM 実験場は、ソ連本国からも遠く既存の情報収集艦は能力不足だった。ソ連海軍は大型レーダーや弾道計算システムを有し、ソ連本国を離れて長期間どこにも寄港せずに洋上で、 情報収集を行う艦を保有していなかったが、非軍事の宇宙開発において、ソ連はコスモノーとユーリーガガーリンといった大型の衛星追跡船をすでに保有していた。そこで原子力機関を有し長期間の航行が可能で、高度な情報収集能力を有する軍事用の大型艦の建造が計画された。ウラルは1981年6月25日、寄港されて、 1983年5月1日のデーに合わせて浸水した。その後、電子機器の搭載などに時間がかかり、1989年1月7日に収益した。同系艦はないが、ウラルの艦隊は黄色フ級ミサイル巡洋艦をもとに設計されている。機関は、 アルクティカ救済氷船にも搭載された OK-900Ah、OK、水型原子炉2機を主導力とし、補助動力として重油ボイラー2機を備えた。任務の正確上多種のレーダー、ソナー、通信機等を備えており、その中には、戦闘艦艇,艇と同じ MR-750F、レガート M23 次元レーダー、ABM システムにも使用される、ある軍等が含まれていた。 搭載された無線偵察システムは、と呼ばれ、エルブルス及び EC-1046 という2種類のコンピューターに影響を与えた。武装も充実しており、艦隊の前後に AK、AK-176-76mm 砲を各1門、備えたほか、AK-630-30mm 機関砲と NSV10 機関銃の2、重心海軍型を4機ずつ搭載した。 これら砲天兵器の弾薬は20分間の戦闘が可能な分量であった。艦隊空ミサイルとして携帯式防空ミサイルシステムである QM313 を16発搭載した。レニングラードのバルチック造船所で建造されたウラルは収益後に59日をかけて配属地である沿海地方へ向かった。航海には原子力潜水艦による護衛が伴い、 途中ベトナムのカムラン湾に寄港している。沿海地方に到着したウラルは、ホウキノの母港としたが、ホウキのは空母、ミンスクや、ノボロシースクの母港でもあって手狭だったため、ウラルはホウキのにほとんど入港せず、大半は近郊に停泊していた。ウラルは、太平洋艦隊第38偵察艦隊の機関となったが、不調や事故が多く、本来の任務である、 クエゼリン干渉の ICBM 実験の偵察に向かうことはなかった。その代わりに北、太平洋のアメリカ海軍、空軍、自衛隊を対象としたエリンと対戦監視活動を行った。収益から2年後の1991年に火災事故を起こしたが、ソビート連邦の崩壊に伴う予算不足で修理が行えず、1992年には、 原子炉を停止させて任務から外れ、桟橋に係留させた上で、士官用の宿舎に転用された。2001年、ウラルは退役して、退役の主因は、2機あった重油ボイラーのうち1機が、故障したまま残りの1機を常に稼働させた。結果、カフカにより、寿命が予定よりも早かったためである。また、缶の稼働させることが、高コストだったことも指摘されている。 2008年4月には原子炉撤去と解体のための作業船が横付けされ、2009年には原子炉から転用可能な核燃料が撤去された。2012年にはアトムフロートが原子力再氷船、タイミール修理のためにウラルの蒸気発生器や偽装を流用する計画を企画したが、2014年5月12日には海外への流出を防ぐためにロスアトムが 解体作業の公開入札を行うことを発表した。解体費用は3年で6億9100万ルーブルで2016年11月30日までに宴会地方のボリショイカーメニで解体される予定だったが、解体に必要な費用や技術が造船所の能力よりも高すぎ、この入札は不調に終わった。同年9月に2回目の入札が行われたが、これも不調に終わった。 2016年2月に10億ルーブルで解体する3回目の入札が行われ、ようやくボリショイカーアメニのズベズダ造船所が落札した。同年8月21日午前7時30分ごろ、ウラルはズベズダ造船所に移動した。ウラルのピンバッジ、レイドードオン東京架空間、ゴルシコフが登場。監首は電子情報管制官とされ、西日本一帯における、 自衛隊のレーダーや通信を無力化するほど強力な電波妨害能力を有する軍艦として描かれている。作中では太平洋艦隊に所属しており他の太平洋艦隊所属艦と共に日本侵攻作戦東京急行に投入されレーダー派の逆探知や強力な電波妨害で自衛隊のレーダー、通信網を無力化していたが最後は架空の海上自衛隊潜水艦 引きオの魚雷攻撃によって撃沈される。ワールドウォーゼット、うるしい干渉に停泊しており、国際ラジオ放送、ラジオフリーアースの放送局となっている。エヴァンゲリオン進撃場版、派特務機関ナーブの監視司令官、ウラル2世が登場。館内にベタニアウェイスの死と保管統一管理指揮所が設置されている。AB http://war.ships.ru スラッシュロシアスラッシュオグジリアリーシップス ssv インデックス htmz19412012 年10月21日閲覧 zain.com ハット ab ssv マイナス33プロジェクト1941パイク J.GLOBALSECURITY.ORG ハット、ラージニュークリア、パワードインテリジェンスシッププロジェクト1941タイタン。2012年10月21日閲覧。ABCDE、ゼー。2019年7月3日閲覧。Young sellers into and a b c d エンカレジングヤングセラーズイントゥキールボッツ &A クール、シップインザノースシー。 2019年7月3日閲覧。ぜいぜい。2019年7月6日閲覧。0773100003150079。ぜい。シナプス。2018年7月23日閲覧。ありがとうございます。